マイケルは通りを走っています。恐ろしい悪夢が現実になったのです。周りの人々をすり抜けていきます。彼らはおかしな顔をしていますが、マイケルには見ている時間がありません。心臓が胸から飛び出しそうです。彼は暗い路地に入っていき、ゴミ箱にぶつかって転びます。壁に人の顔が印刷されたポスターが貼ってあるのに気づきました。どの顔も口が裂けているようです。そしてその口から巨大な三角形の歯が突き出ています。起き上がると二人の人が近づいてくるのが見えました。男性と女性です。マイケルを見て大きな口を開け、歯の代わりに生えた尖った刀を出して微笑んでいます。彼らはゆっくりと満面の笑みを浮かべながらマイケルに近づいてきます。目を見ると空腹なのがありありとわかります。そしておそらくあと何秒かでそれを満たすのでしょう。マイケルは気を失いそうになります。20分時間を戻して一体何が起こったのか見てみましょう。メガロドンの歯はホホジロザメに似ているけれどずっと大きい。平均的な大きさは大人の手のひらぐらいだ。一般的に成人の歯は32本、32の手のひらを合わせて2列に分けた大きさの歯が入る口はどれぐらいになるだろう。大きな口に違いないな。それがフロリダの海岸沖で見つけたメガロドンの歯を手に持ちながらマイケルが考えたことでした。考古学はマイケルの趣味の一つです。ですが科学の方がもっと好きでした。マイケルは様々な進化の過程をシミュレーションするプロジェクトを始めました。何百テラバイトというデータ、世界中の何百何千という科学者、何十もの研究センター、特殊なシミュレーションプログラムを作るにはこれら全てが必要となります。そうやって機能するものなのです。パソコンを使ってどんな仮説も調べることができます。例えばもし鳥がいなかったら世界はどうなっていたか知りたいとしましょう。プログラムが鳥の進化と地球の歴史についての全てのデータを検討します。そのデータに基づいた正確なシミュレーションを行います。マイケルは特殊なメガネをかけます。このメガネのレンズが脳と目を接続し、マイケルは仮想世界に入ります。鳥のいない世界には飛行機がありません。空飛ぶ機械を発明するためのインスピレーションがないからです。またその世界では人々が分断されているため高度な発展をしていません。マイケルの眠っている体は研究所にありますが、脳は確かに異世界にいます。1時間後プログラムは自動的にマイケルをシミュレーションから切り離します。大きな歯を手に持ち、マイケルは声に出して言いました。人間がメガロドンの歯を持っていたら。彼はメガネをかけていたことを忘れていました。プログラムがマイケルの言葉を認識し起動します。理論上そのような世界はありえません。マイケルはプログラムがうまく機能するのは無理だと思っていました。ですがシミュレーションは成功したのです。そして彼はその世界に送られます。大きな歯をした人々のいる世界で1時間生き延びなければなりません。そのうち2人がマイケルに近づき手を伸ばしてきます。マイケルは目を閉じます。体の感覚が怖いのです。脳はマイケルがシミュレーションの世界にいるとは知らないので、本物の痛みが襲うことになります。ねえ君、大丈夫？男性が聞きました。何を怖がっているの？女性が心配しています。マイケルは彼らを見て驚いて答えます。君たちだよ。大きな歯の人たちはお互いを見て笑います。そしてここは宇宙で最も安全な場所なのだと言いました。とても優しい人々が住む惑星なのだそうです。マイケルにはそんなこと信じられません。どうしてそんな歯をしているんですか？そしてなぜそんなに優しいの？マイケルは聞きます。何百万年か前、メガロドンが海を支配していた時代、氷河期は来ず、巨大なサメが世界中の暖かい海を泳ぎ続けました。どんどん数は増え、他の海洋生物の数が減り始めました。そして海には食べ物がなくなりました。普通の魚はメガロドンから逃れるため浅瀬に泳いでいきました。そして何千年かかけて陸に出ていったのです。大きなサメも生き残るため海を出て陸に上がり始めました。そして二足歩行の生物に進化したのです。ヒレと尻尾はなくなり、腕と足ができて背骨はまっすぐになりましたが、変わらないものもありました。顎です。
かつて最も恐ろしい海の生物だった彼らは陸で最も危険な生物になりました。食物連鎖のトップから引きずり下ろせるものはいなかったのです。直立歩行するサメは北方を含む世界中に広がっていきました。寒い気候に適応したのです。滑らかな肌には毛が生えてきました。寒い時代や干ばつを何度か生き延び、鋭い歯と力強い顎のおかげで彼らは世界の王者となりました。その生態構造は変化を続けました。肌は乾燥し、頭に毛が生え、指には爪ができました。そして完全に人間になったのです。尖った歯のたくさん生えた巨大な口がある人間です。古代のサメから受け継いだものがもう一つありました。血に飢えているのです。攻撃的な性質と、できる限り多くの土地を手に入れたいという願望に突き動かされ、彼らは地球の破壊者となりました。他の種の動物のほとんどを絶滅させたのです。そしてその後、人間同士でお互いに戦うようになりました。この世界的な紛争に勝者なんていません。地球を飢餓が襲いました。古代のサメの子孫たちは抑えきれない欲望に突き動かされ、他の生物を壊滅させたために満足に食べられなくなったのです。大きな歯をした人々が絶滅に瀕し、希望を失いそうになっていた時、調和と幸せなくして生命は存在できないということに突然気づきました。その後の1000年は地球を再建することに費やしました。食物の消費を制限する法律を作りました。また人工肉も発明しました。生活を変えるのは困難でしたが、なんとかうまくやりました。紛争や憎しみは禁止され、野生動物の世界を元に戻し、新しい文明を作り上げました。お互いに支え合うことで、どんな問題も解決することを学んだのです。攻撃的な性質は魂の奥深くに隠されました。ですが、大きな口と鋭い歯はそのまま残りました。特に笑った時は危険で獰猛なモンスターのように見えます。でも、その大きな歯を出した笑顔の裏には、優しくて思いやりのある心があります。何百万年もの間、彼らはその歯を、まあいろいろなものを食べるのに使っていましたが、今はその強い顎で木材を加工したり、金属を切ったりしています。歯はペンチとしても使います。多くの家にはナイフがありません。食べ物は歯で噛み切るからです。斧も必要ありません。木材は顎で切れます。冷たさ、熱、金属、木、ガラス、サメの口はこういったものではダメージを受けません。ですが、彼らは砂糖を発見してしまいました。ケーキやミルクチョコレートといったお菓子のせいで歯の健康が脅かされました。町には数百人の歯科医がいますが、それでも歯の健康改善をするのに十分ではありませんでした。人はあまりに歯に頼って生活しているため、自ら歯医者になるようになりました。全ての市民が自分で虫歯の治療ができるよう、歯に関する基本的な教育を受けました。歯の文化が広がったのは、歯科の業務についてだけではありません。歯にタトゥーを彫るようになったのです。歯がカラフルな模様や絵を描くキャンバスみたいになりました。輪行を歯に塗る人もいました。そうすると、暗いところで歯が光るようになるんですよ。また、マウスエキスパンダーという特別な道具を使って顎の筋肉を鍛えるようにもなりました。歯にゴムのパッドを入れ、ゴムボールを噛んで筋肉をつけるんです。ネイルサロンに加え、人々は歯を研ぐサロンにも行きます。歯が鋭く強くなればなるほど、人々は親切になりました。ほんのちょっとの敵意でも大きな戦いにつながると分かっていたからです。ガソリンの入った樽にマッチを落とすようなものです。それで誰もが瞑想などのテクニックを使い、調和と平和を保っていました。小綺麗にし、自分のケアをしっかりしていました。化粧品やヘルシーなライフスタイルを好んだんです。決して口論をせず、危ない行動もしません。常にルールを守ります。怪我も滅多にしません。全ての人々が完璧な安全の中で暮らしています。ドアに鍵もかけないんですよ。完璧な世界のように見えます。泣く人も叫ぶ人もいません。彼らはみんな微笑んでいて、長時間悲しむことはできません。ですので、マイケルは確かに結構安全な場所にいます。道を歩くと幸せそうな人々がいます。マイケルは手のひらに小さな引っかき傷があるのに気づきました。路地で転んだ時にできたのです。
それを見て彼は全ての動きが止まったのを感じました。何百人もの人々が静止したのです。彼らはみんなマイケルを見ています。マイケルの傷を、大きな歯のある口からよだれが流れています。彼らの瞳孔が開きます。サメの本能が目覚めたようです。これではもう逃げられません。その時プログラムが終了し、マイケルはシミュレーションの世界から放り出されました。ステージの上でスポットライトを浴びながらみんなに注目されています。光り輝くピアノの鍵盤に指を置き演奏を始めました。両手に20本ずつ指があるので、一度に多くの鍵盤を使うことができ、豊かな和音を弾くことができます。40本の指を使うので、コードを弾くときにも1オクターブ余分に指が届きますし、音を加えることもできます。演奏が終わると観客が立ち上がって一斉に拍手し始めました。両手に20本ずつ指があり、手も大きいので拍手の音も倍になります。ボートで湖の真ん中へ行き、泳ぐ準備ができました。友達と一緒に水に飛び込み、岸に向かって泳ぎ始めます。2人とも手と足に20本ずつ指があるので、泳ぐのもかなり簡単。そのまま泳ぎ続けて、友達より早く岸にたどり着きました。そして泳いでボートまで戻ることに。泳ぎ終わった後はハイキングに出かけることに。そして登ってみたい崖を発見。ギアを準備し、大きな手のひらにぴったり合う岩の上に手を置きます。握力が強く、普通の10本の指よりも大きな岩に捕まることができます。なんとか頂上まで登ったので、息を呑むような自然の景色を眺めることができます。アイロンをかけたスーツと自信に満ちた笑顔。そう、仕事の面接に合格するための準備は万端。胸を張ってビルに入り、 CEO のオフィスに案内されるのを待ちます。周りも自信のあるシャープな表情に気づいているようです。面接の番が回ってきたので、笑顔でスーツを引き締めました。部屋に入り、きつい握手を交わします。20本の指でのグリップを離すと、 CEO に気に入ってもらえたようで、自分に関することを聞かれました。そして胸を張ったまま会社のビルを出ました。近いうちに二次面接のための電話がかかってくることでしょう。よし、車のトランクまで食料品が入った袋を一度に20袋運ぶことができました。この道は長く、カーブや丘がたくさんあります。指を伸ばして関節を鳴らし、両手で均等に分けられるように重量配分を考えます。20本の指があるので、両手で10袋ずつ運べますね。ちょっと重いですが、足と肩のトレーニングだと思えばいいでしょう。トランクから取り出して家まで運ぼうとしています。大成功です。1回で1袋以外全ての袋を持つことができました。もう一つの袋は出かける前に入れたものなので、気にしなくて大丈夫。でも車に戻ってトランクを閉じなければなりません。仕事で長い一日を過ごした後、長い間会っていない友達と会うことになりました。でも一生懸命働いたので、かなり疲れています。途中にネイルサロンがあったので、素早くマニキュアをすることに。でも20本ずつ指があるので、2人分を頼むようなものですよね。時間は刻々と過ぎていきますが、まだ片手しか終わっていません。すると友達から電話がかかってきます。コーヒーショップで待っているようです。そしてようやく次の手に移ることに。やっと終わったので、急いで友達に会いに行きました。ちょっと遅れてしまいましたが、一応爪は綺麗になったので OK としましょう。数十人の人々が新製品を紹介する発表会に参加することになりました。スマホは10本の指で両手で使う人のものよりも少し大きめ、そしてタブレットと同じくらいの大きさをしています。使用品を手に取ってクリックしてみました。親指が4本あるので、キーボードでの入力もスムーズで簡単にできます。画面は両手の残りの指で支えられるほどの長さをしています。コンピューターのセクションに移動すると、目を引くいろんなタイプのものが展示されていました。両手で簡単に入力できる幅が広いキーボードが搭載されたノートパソコンがあったので、ファイルを開いて入力してみることに。シンプルな書類をタイプするのがかなり簡単に見えます。残念ながら正式にリリースされるまでには少し時間がかかりそうです。でも絶対に欲しい。ジムでウォーミングアップしながら次のエクササイズの準備をしています。ボクシングのリングに入ってサンドバッグで練習し始めました。
20本ずつ指があるので、パンチも普通の10本指の拳よりも強力で大きな音がします。パンチした後ストレッチをして練習を続けます。次は大切な日のための他の練習をすることに。森の中に行って弓矢の練習を始めました。2つ缶を並べて、その上に1つずつ缶を置きます。矢を握り、20本の指で弦を引っ張り、2本の矢をまっすぐに放ちます。見事両方の缶に命中。次は4つの缶を並べてみました。弓を横に向け、矢のついた弦を思いっきり引っ張ります。そして矢を放つと、またもや命中。簡単に4つの缶を倒すことができました。両手に20本ずつ指がある場合には、最低でも7つか8つの標的が必要になります。弓が長くなり、狙いを定めるのはそれほど簡単ではありません。集中して矢を放つと、全部ど真ん中で当てることができました。両手に50本ずつ指があると、見た目や歩き方も変わってくるんです。手が重くなるので、バランスを保ち、指を支えるための強力な腕が必要となります。スマホやラップトップも含めて、すべてのサイズが大きくなることでしょう。ギターもフレットボードで使える指の数に対応するように設計されます。普通のギターの弦は6本なので、このモンスターギターの場合、30本から40本の弦を使うことができます。音楽は人間によるデザインに限定されず、さらに多くのことを実現できるようになります。トランペット、ピアノ、ハープ、サックスなどのすべての楽器も50本の指に合わせて設計されます。三重奏による演奏はオーケストラのように聞こえ、普通のオーケストラはオーケストラ5つ分に聞こえることでしょう。友達と家でテレビゲームをすることに。ここでもコントローラーはコーヒーテーブルと同じくらいの大きさをしています。50本ずつ指があると、いろんなことができるので、コントローラーは地面に固定された小さなスタンドにセットされているんです。ボタンやパッドコントロールもたくさんあるので、見ているだけでわからなくなってしまいそうです。ゲーム内の各プレイヤーをコントロールしながら、サッカーのゲームをプレイしています。合計100本の指を動かしているので、脳もかなり大きく、マルチタスクをしていても失敗することはありません。1回目は自分が勝ちましたが、2回目は負け、そして3回目はなかなか決着がつきません。ハイタッチをするときも50本の指の手のひらでするので、向かいのテレビの隣人に聞こえるほどの大きな音がします。両手に多くの指があるということは、人間工学的なデザインにより物がかなり大きくなるということ。宝石店に行っても50本の指のための指輪を見つけるのはかなり大変ですし、手袋の製造業も数千億円単位の産業になってしまいます。これは手袋の製造に多大な費用がかかるためです。普通のサイズのペンで絵を描くのも大変なので、絵画もかなり困難になります。ペンや文房具も普通のサイズの10倍になり、製造コストもかなりかかってしまうことになるでしょう。コップもちゃんと握れるように長く太くなります。手もかなり大きくなるので、ひまわりのように見えるかもしれませんね。暑い時には内輪代わりに手を使うことができます。ビーチで砂の城を作る時にも砂をたくさん掴めますからね。手が大きいので砂のボールを作ったり、巨大なお城を素早く作れることでしょう。それに雪合戦をする時にも、普通の大きさの雪玉ではなく、砲弾級のサイズの雪玉を作れますよね。グッドアイデア。これを見てほしい。赤いつむじ風がオーストラリアの海岸沿いを吹き抜け、最も近い都市に向かう。この竜巻がユニークなのは、その色だけではなく、その中に隠されているものだ。オホジロザメ、シュモクザメ、イタチザメ、オオメジロザメだ。サメだ！ハリケーンの中を飛び回り、顎を鳴らして肉片をつかもうとする。この奇妙な現象を外から見る人たちは夢を見ているかと思うだろうが、これが現実なのだ。サメの竜巻は本当に存在しうるのか、存在しないのか、それを確かめていこう。1877年、少し変わった竜巻が南カリフォルニアの農場を襲った。その日、体長30センチほどの小さなワニが6匹ほど空から降ってきた。1894年には竜巻がイギリスを縦断し、猛毒のクラゲが人々に降り注いだ。その日はクラゲではなく、オタマジャクシが落ちてきたという説もあるが、それでもかなり奇妙な話だ。
1876年のケンタッキー州ではブラックユーモアの雨が降っていた。一体どんな雨かって？空から肉片が降ってきたのだ。地元の人々はそれを味見し、マトンか鹿肉のようだと言った。しかし後日、専門家がその地域をハシビロコウの群れが飛んでいたことを突き止めた。鳥たちは気分が悪くなり、空中で昼食を吐き出してしまったのだから、肉を味見した地元の人々も吐き出してしまったに違いない。1947年、ルイジアナ州マークスビルで空から魚が降ってきて、2005年にはセルビアで何千匹ものカエルを含む雨が降った。2010年にはオーストラリアの小さな町が魚の雨に見舞われた。そして今、これらすべての奇妙な現象が悪の天才たちが働くあるブラック企業によって引き起こされたと想像してみてほしい。そしてそのうちの一人があなただと。そこであなたは歴史上最も信じがたい自然の大変異、サメの竜巻を起こすことにした。シャークネードとでも呼ぼうか。不可能に思えるが、やってみよう。他にやることもないのだし。そこでまず、ウォータースパウトとは何かを理解する必要がある。それは雲で満たされた回転する空気の柱だ。この渦は雷雨の際に暖かい空気が大量の熱を放出することで発生し、この熱が上昇気流を動かすエネルギーとなる。この暖かく湿った空気は上昇し、冷たく乾燥した空気は下降する。この温度差が不安定性を保ち、竜巻の発生を助け、水上で発生すると竜巻はウォータースパウトとなる。これは海水の粒子やある種の物体、魚さえも引き込むことができるが、全てはこの渦の強さに左右される。竜巻が車を空中に持ち上げたり、ビルの屋根を破ったりするのを見たことがあるだろう。インターネット上には竜巻が牛を空中に持ち上げる動画を見ることができる。普通の牛の体重は約600キロだぞ。それに比べてホオジロザメは約2トンだ。竜巻が牛を何頭も持ち上げられるなら、サメにも対応できるだろう。しかし、ホホジロザメ以外にもイタチザメ、オオメジロザメ、シュモクザメがいる。どれも体重は軽いので、竜巻がそれらを空中に持ち上げられる可能性があることは間違いない。さて、これで可能性の範囲に入ったと考えることができる。次のステップは本物の竜巻を作ることだ。そのためには暖かい空気を熱し、それを回転させる必要がある。冷たい空気が下降し始め、渦巻きが発生する。カナダ出身のルイスというエンジニアが竜巻を起こす装置を作ったのだが、彼は本物の渦巻きエンジンを組み立てる前に何度も試作品を作った。彼によれば誰でもできるのだという。しかしその渦は小さく、彼の装置は薄い空気の粉流を作り出し、それが渦を巻いてミニ竜巻を発生させたが、強風のためにすぐに消滅した。ルイスは新たな電力源を得るため、このアイデアの開発に着手した。しかし彼は数軒の家に電力を供給するために空に向かう巨大な渦を作る必要があった。彼には十分な資金も機械もなかった。でもあなたが働いているところには、それを実行するだけの資金がある。渦エンジンのコンセプトを取り入れ、数百万ドルを投資する。大きなタービンをいくつか作り、空気を一点に導き、強力な発電機の助けを借りてそれを加熱する。竜巻の破壊力を高めるために大気に電気を流す。あなたは特別なコントロールパネルを使って竜巻をコントロールし、その方向を変えることができる。なかなかのマッドサイエンティストぶりだ。そこであなたは、さまざまな種類のサメがたくさんいるオーストラリアの海岸にやってきた。サメを一箇所に集めさせるためには、海岸近くの海中に数トンのひき肉を投げ込まなければならない。手でやるのはやめた方がいい。サメは餌の匂いを嗅ぐとすぐにそこに集まってしまうからな。しかしここで問題が。彼らは天候の変化を感じ取り、嵐の中心には近づかない。したがってサメに危険を犯させるには、十分に怒らせて空腹にさせる必要がある。さあどうするか。あなたは数百万ドルもかけて大規模な漁業を組織する。巨大な網を海に投入し、1週間以内にサメの夕食となる魚や貝などの海洋生物を全て捕獲するのだ。獲物を全て巨大な水槽に移し、サメが空腹になるのを待ち、数日後、多くの大きな魚が餌を求めて海岸近くに集まってくることに気づく。そして数軒の肉屋から数トンのひき肉を買い、それを大きな容器に入れ、ヘリコプターで持ち上げる。
サメがたくさんいる場所にその肉を捨てるのだ。この肉は半径1マイル以内の魚を引き寄せる。その時、竜巻発生装置を積んだ大きな船が岸に近づいてくる。ここまで来たらやめられない実験だ。エンジンを始動させると上空に暖かい空気の強い流れがたまる。電気が走り、結露が雨を降らせ、空に強力な渦ができ始める。あなたはその渦を操り、サメに向ける。渦は水中からひき肉のかけらを引き寄せ、ホコリの粒子が肉と混ざり合い、竜巻が赤く染まる。想像したら吐きそう。風の強さを増すと、サメが宙に舞い上がり始める。より正確には、サメは肉を掴もうと水から飛び出し、竜巻がサメを巻き上げる。数匹のサメが渦の中に入ったら岸に向かわせる。人々は恐怖のあまり走り出す。何匹かのサメは海に戻り、何匹かは浜辺に落ちる。シュモクザメは海岸沿いのレストランの厨房に落ちてメニューを全部食べてしまう。腹ペコだから当然だ。あなたはシャークネードを街に向ける。嵐は木々や車を宙に舞い上げ、家々の屋根を引き裂く。何匹かのサメが通りに落ち、人々は様々な方向に走り出す。サメの渦は街を通過し、サメを撒き散らす。もちろんサメは地面を這ったり人を食べようとはしない。ただショックを受けているだけで、何が起こっているのか理解していない。海の中でもサメは人を噛むことを好まない。全ての攻撃はサメが人間をアザラシや他の海の生き物と間違えて餌のように見えるために起こる。またサメは好奇心から人に泳ぎ寄ってくることもある。そして今彼らは混乱し、呼吸に大きな問題を抱えている。サメは酸素を抽出するエラを通過する一定の水流を必要とする。種類にもよるが、サメは数分から1時間水なしで過ごすことができる。この瞬間、あなたは極悪非道な計画を実行したのではなく、多くの魚を苦しめる愚かなことを実行したのだと気づく。今あなたは全てを解決する必要がある。魚を海へ運ぶヘリコプターは何機もある。しかし魚たちは恐怖で痙攣し、顎を鳴らしている。そこでサメを落ち着かせるため、鎮静剤入りのダーツを使用する。そして救助隊がサメをヘリコプターに固定し、空中に吊り上げるのを手伝う。7階のアパートから1匹を救い出し、別のサメは公園に横たわっていた。ハンマーヘッドの1匹は道路に大渋滞を引き起こし、そしてこのイタチザメは消防車の上に落ちた。幸いなことにサメは皆丈夫な皮膚と強い筋肉を持っており、損傷から身を守っていた。あなたは全てのサメを拾い集め海に戻した。サメも人も被害を受けなかったのだが、ものすごく傷ついたのは、そう、あなたの評判だ。あなたはこの計画に失敗したので、新しい何かを開発する必要がある。今度こそ本当に人々を恐怖に陥れるものを作るのだ。広告しかない YouTube チャンネルを発明しようではないか。もう一つの結末、あなたは雲の大洪水を発明することにした。うわー